はい皆さん毎度毎度はい今日もねパーマネントウェブ工業組合のねよくある質問ねまあ眠くなるような内容だねどうぞ寝てくださいとテストカードでロッドを外す位置は決まっているのですかどの部分で見ればよいのかポイントを教えてください。 テストカールは1剤がどの程度毛髪に作用しているかを調べる目的で行うものですとこれはね髪の毛を染めてるか染めてないかねパーマを初めてかけるか定期的にかけるかねそれによって全然違ってくるね初めてかける場合はね健康毛ねテストカール ほぼない、ね、あの健康網に弱い薬使って使ってねえやつんでねこれは失敗だってんでじゃあ次何するかっいうそういう目的でテストカールするのはあれかもしれないけどまあ基本健康網にね血よけの薬剤、まあ、かかりにくいからね健康網っうのは、ね、よく言うのは健康毛を 曲げるのに必要な力というのはプロレスラー並みでね、ヘアカラーしてる髪の毛っていうのは子供並みの力でパーマがかかると。この言い方はよくするよね。パーマ一剤による還元反応で毛髪が軟化した状態を視覚的感覚的に判断します、うん。難しいことを書いてるよ。パーマね。 初めてかける人っていうのは意外と少ないけど初めてかける方はね根元から毛先までね10ミリで巻いたらね大体25ミリ径10円玉ぐらい500円玉ぐらいちょっと測ってないからわかんないけどそのぐらいにしかかかんないんだよねどんなに頑張っても一番強い薬でかけてもそんなもんだと思うよただ 一番強い薬でかけたパーマっつうのは風が吹いてもドライヤーで炙ってもなかなか伸びないんだよね。ちょっと弱い薬で上から三番目ぐらいのチオシスでかけたやつっていうのは風が吹くと伸びちゃう,っうの。そのブロの風当てるとサッとまっすぐになっちゃう。かかってないみたいな感じがするんだよね。まあ普通にはだいたい上から二番目の薬でかけとけばいいんだけど。 自分なんかはだいたいパーマかける時っていうのは2度目3度目定期的にかけてる人をかけてるからね、まあ、それに対して1 0リだ6ミリだ1 2ミリだってんで巻くんだけど定期的にかけてる人の場合ってなんとなくかかり具合っていうのが毛先はこのぐらい根元はこのぐらいってわかるんだよねだ毛先がちょっと強いなっていうぐらいでテストカール OK にしちゃうんだけどねだけど初めてかける方初めてかける方はねまあ いつもの感覚で巻くじゃない10ミリ6ミリ12ミリで6ミリで巻きは大体かかるけどね10ミリぐらいで巻くとねあれ毛先が緩いなって感じがするの。でねまあ5分7分10分まあ適当にテストカールしていくんだけど結局15分ぐらい置いてもうやっぱりかかんないそれ以上だからまあそんなもんだとでにきつけちゃうんだけどね。 何回も言ってるけどテストカールの基本はあのストップウォッチなりカウントダウンタイマーなりね絶対止めないってことねカウントダウンタイマーの場合はもう15分最初に入れてねそれ以内で2液はつけるストップウォッチで計測してる方もねそれを止めずにねキャップしてようが外してようが止めずにとにかく15分ぐらい経ったらもうそれ以上かかんないからもうパーマ工程は終わりともうどうしようもなく緩かったら外して巻き直しと適切なね 薬剤つけ直すかつけないでただ細めで巻くかでね発は全てが同じ条件で生えているわけではないので場所によってかかり具合が異なりますおばさんパーマのショートの場合はね襟足と、まあ、もみあげなんかね細めで巻いたりすると、まあ、細めで巻くからかかりやすいんだよね。 ちょっとチリチリかかりやすい若い方なんかは襟足とかもみあげなんかは太めで巻いたりするとかかりにくいおそらくちょっと長めの方だと思うんだけど左右比べるとね右の方がかかりにくいっていうの髪の毛って、まあ、左右対称に癖はないよね右の方がマンモスの際みたいに前にねじれて出てくるっのそれを無理やりリバースで巻くっていうのがね 太めでそうするとあのねじれとパーマが創殺されて緩くなるんではないかという疑いね内辺りだとちょっと細めで平巻きリバース巻きとかフォワード巻きとかしないからね寝てる人はフォワードで巻いちゃうけど右側をね負けないから前にかか倒れちゃって頭がね左右比べた場合内あたりだとほとんど影響ないかねただ右側を後ろに流すような場合ねちょっとやっぱり まあブローの手が逆になるからやっぱり左の方がやりやすいよね右の方がちょっとやりにくいかもしれないやっぱもともと右側の方がまあパーマかけなきゃマンモスの牙みたいにね、まあ、あのサイドの毛がビーって前に出てきちゃうやりにくいのはやりにくいんだよ右側の方がねそれを無理やりパーマで流すっつってもやっぱりやりにくいから緩く感じる見た目にもやっぱり緩くなっちゃうんかねパーマがね本当に左右違うとなったら 何,の何なんだろうね都市伝説でよく言うけどねう <laughs> ちあたりだと誤差の範囲であまり気にはならないねしたがってかかりやすいところ毛量の少ないフェイスラインなどかかりにくいところ毛髪の多いところやバックなどの数箇所でテストカールをする必要があります簡単に書いてくれるけどね これは毛髪に対してねパーマ材が適切で巻く太さが適切の場合はまあこういうことになるよねで襟足のかかりにくいところってのは三つ襟の毛とかねかかりにくいからね1段2段細くしましょうってそんな程度じゃダメかもしれないねその他十1 3リだ1 4ミリだ,ミリだトップの方とかねサイドとかで巻いた場合 襟足のね三つ襟あたりはね1 0リぐらいで大丈夫かな8ミリとかでね保険かけて巻いておいてまあかかりすぎてもすぐ取れちゃうし使う薬剤にもよるけどね8ミリで巻いて一番強い薬つきだったらちりちりになるけど上から2番目ぐらいの薬だとねまあ2か月もしたら必ずそんなところ取れちゃうからねこういうね襟足の三つ襟のかかりにくい対策 だから1回2回かけたくらいだと分かんないよねとりあえずかかりにくいから細くしてみましょうってね全体をね1 3ミ、mm、リ1 4ミ、mm、リ紫だね太いやつねあれで巻いてね最初は1 0リ、mm、ぐらいで巻いてみるそんでダメだったら8ミ、mm、リで巻いてみる本当に徐々に徐々に細くしていかないとねかけるたんびにほんでいいとこ探していくんだけど1回目だとどうしても怖くてね1 4ミ、mm、リで巻いたらいいとこ 2段ぐらい細くして12ミリいやいやかかんないかかんないかかんない12ぐらいだとね <laughs> やっぱ最低トミリぐらいで巻きたくなっちゃうよねあとフェースラインとか書いてあるねあのフェースラインは毛が細い方多いねおばちゃんになるとねかかりやすくて取りやすいっつうの太めで巻くとねテストカールで見たってねかかってないんじゃねえかなほんで結局長い時間置くとオーバータイムでチリチリになっちゃうっつうの 基本毛が細い方はかかりやすいんだよねだ細めで巻いてテストカールは早めに2液あのかかりにくい部分ね襟足の毛とかつむじの辺りもかかりにくいよねあの辺の毛ねでつむじが割れちゃうっつってねショートのおばちゃんなんかね 5mm で巻いてねつむじの辺りをねほんで一番強い知恵をかけてねもうオーバータイムでかけるっつうの。 まあこれはちょっと細毛でで何もでもないんだよねちょっと特殊なかけ方であまり例はないと思うんだけど普通の方だったらトップが割れちゃうとか言ってねショートの場合なんかねでトップが割れる場合、ね、根元から強くかけてくれっつってもねやっぱ細めで巻く以外いないんだよねこれはもう昔から言ってたよね自分なんかも昔ね大先生に細めで巻くしかねえんだよなんて、まあ、言われた記憶があるよね。 まあその時ね来てるお客様の層ねあの本当に年配70代以上が多いのか60歳代か50歳代かでねこの細めの太さっていうのが変わってくるからね若いお客様が多いとね細めったって1 2ミリね、ね1 0 m ぐらいで年配のお客さんが増えてくると細めっていうのが6ミリになってくるっていうのかなほらうちなんかよく6ミリで巻くんだ6ミリで巻くんだっつうけどそれはもう本当に年配の方が多いからね。 それこそね70歳以上ぐらいの方ショートの場合だよねそんな細く巻くのはね40代50代の方はねそんなパーマーかけないからね長めでゆるくふわっとかけるとかカールを中間毛先に出す程度だからねと細めったって1 2ミリとか1 0ミリぐらいだよねせいぜいねだからねどこでテストカールするかね一番パーマーを見せたい部分 一番綺麗にかかってもらいたい部分でテストカールするようかねやっぱりトップ潰れたくない人はトップ見るしね若い方なんかトップなんか見ないよねサイドとかバックサイドあたりねあの辺が綺麗にカールが出てるウェーブが出てる毛先がちょっとかかってりゃ OK とかねやっぱり仕上がりのデザインを考慮して まあサイドで見たりバックサイド見たりね後ろの方で見たりねトップで見たりね手際よく見て部屋からしてる方の場合はね本当にもうパーマー巻き終わる前にはもう2駅準備してね温めておいてねまあ冷たいのかけると風邪ひいちゃうかんねんでテストカールしてねもう本当に待ったなしだからねあの部屋からしてる方の。 テストカール後、すぐに2液つけないとねそれこそね火事になる前にぼやで火消すぐらいの勢い2液つけといて、はーいなんて、はいなんて返事聞いてる暇もないよそれこそね、アシスタントの子がね、2液つけに来る前にもうつけ終わっちゃうってうの、軽くねんで、もう1回しっかりつけといてって感じでアシスタントに渡すっていうの部屋からしてる方の2液はね 本当にそのぐらいねスピーディーにやっていかないとねあっという間にかかりすぎちゃうかんねうちはね中間推薦しないかんね中間推薦なんかしてる暇ないよね2材の塗布は本当に1秒単位でね早めにもうさっさとつけちゃわないとあっという間にかかりすぎちゃうからね部屋からしてる方はねテストは一番かかりやすい部分や損傷部分に 特に注意を払いますとこれも肩健康網か部屋からもでね見る場所ってのは若干違ってくるけどね一番かかりやすい部分ねやっぱりかかりすぎちゃまずいようなところってのがねかかりだしたらもうすぐににいつけちゃう他がちょっと緩くてももうこれしょうがないってのあるよねこうやって考えてみると健康網の場合はねまあ血を上から2番目の血を、まあ、一番強い血をもそうだけど 膜太さが決まっていればほぼほぼテストカールはないんだよね。ちゃんとかかりにくい襟足には細め使うとか、かかりやすいサイドは太め使うとかね。部屋からもだよね。部屋からももう、使う薬とロット系がね、合ってないとね、毛髪とデザイン。美容師がね。 勝手に太めでかかるだろうとかね弱い薬使えば痛まないだろうみたいなそれ間違えてるともうテストカール以前の問題になってくるよねテストカールやるにはやっぱりパーマ液と毛髪の状態ねデザインすべてが揃ってないとテストカールする意味がないよね美容師さんのね勝手なイメージでね で見てるとね、その薬でその太さかかんないよっつってもねかかるもんって何を根拠にかかるっつってのか分かんないけどねただ単にねなんか強い薬は嫌だからなんか細いロットで巻くとおばさん臭いからなんか嫌だからってねで結果はかかんなきゃね、まあ、かかんないで、うん、ダメっていう答えが出てくれば考えんだろうけどね次からね。また、 デザインとして意図的にボリュームや方向性を求めたり逆に抑えたいところがあればその部分も確認のためテストをしておく必要がありますこのボリュームね多分フロントとかトップの話だと思うけどねロット径ねあの毛先っていうのはロット径に近く1.5倍ぐらいに簡単にかかるんだよね。 あ肩甲毛じゃなくて二度三度かけてる方はね根元がねとにかくかかんないね二度三度パーマかけてる人の毛先ってねロット圏に近くパッとかかるじゃないそのかかりを根元肩甲毛だから根元はだいたいねその毛先のかかり具合を根元に求めるともうどんだけやってもかかんないやっぱり細めで巻くしかないんだよね細めで巻いたら毛先チリチリじゃんってね だから中間部分で合わせるしかないんだよ。うちもねこれは長いことねパーマーかけてきて根元がかかんないボリューム出したいすぐ倒れちゃう結局まあ根元付近にもかけるんだけど中間部分を普通にかけて毛先は強めこれにたどり着くまでにかなり時間がかかったよね30年ぐらいかかったかもしんないよねで。そこで出てきたのが ショートのおばちゃんパーマなんかはやっぱり6ミリとかつむじあたりは5ミリとかねそれでオーバータイムさせないでねまあ10分ぐらいで毛先強め中間部分が普通根元は緩めまあこうやってかけるのがまあ無難ともう何十年もやって結局ここにたどり着いたね根元をね毛先みたいに強くかけようと思うともう無理。 健康骨の,の場合はやっぱり毛先も緩いけど、まあ、2度3度かけてる人の毛先っていうのは簡単にかかるからねそれを根元に求めると今現在のパーマ液の、まあ、クオリティだとねもう無理なことを調整してるだけで時間が無駄になるっつうの研究したってどうせ根元はかかんないからねいろいろうちもやったけどね粘性のある薬使うとね確かに根元の方ゴムの後つくけどなんか折れ毛になったりね でもやっぱりロッド系にはかからないやっぱり毛先と比べたら全然緩いからね根元の方はね無駄な時間費やすようなんねやっぱり細めで巻いて中間部分を普通にかけるっていうのかなだから毛先は強めねだ中間部分っていうのはね2度目のパーマになるよね根元2 3センチは初めての申請も、まあ、3センチから 56cm っていうのは2度目のパーマだ2度目のパーマだから、まあ、比較的ね ウェーブ効率で言ったら2倍ぐらいに簡単にかかったりするよね2.5倍よりちょっと強めにねそれで OK で毛先はもう簡単に1.5倍ぐらい色時計に近くかかってるからねまあそれが一番だね何年もやってね無駄な時間まあ研究するっていうのは無駄な時間じゃないけど結局いろいろやって駄目あれもやって駄目これもやって駄目で消去法で結局 ね、細めで巻いて中間部分をかけるっていうのが残っただけだよね。で今後パーマ液がどう変わるかでまた変わってくると思うけどね。長い毛髪の場合は毛先のカールが C 状になっていることを確認してください。なんで別に C じゃなくたってカールになってりゃいいんじゃないの ?C で緩くていいんだったらいいけどね確かに長い毛髪の場合ね あの毛先がか、ね、かかってない場合あるからねあのシャンプーした直後にね水分たっぷり含んでる髪の毛ね、まあ、ピーって一液ぶっかけてねほんで巻いていくと結局徐々に徐々に上から水が落ちてきてね毛先が水で流されちゃうんだよね結局水まきみたいな感じね毛先びしょびしょねと毛先がかかんないとあのロングの方毛染めしてなかったらもうドライショット よくドライショットっていうのはほらストレート一液薄めないとぶっかけちゃうんだけどそれやるとメーカー的にはね髪の毛に対して刺激が強いようなことを聞いたことあるんだよね濡れた髪の毛に塗布してくれと濡れた髪の毛に塗布するとなるとパーマ液水で薄めてんだと同じなんだよねまあどういうことかねだか科学の世界っていうのは分かんないかんねからやっぱり健康もだったら 原液ぶっかけて巻いて巻き終わってから1剤を塗布してテストカールを早くすりゃいいのかね、まあ、毛先は損傷していればかかるよねで毛先はやっぱり中途半端に水があるとムラになったりするのが嫌だよね。あと乳液はね何回も言ってるけど毛先に乳液を塗布するような気持ちだけど パーマかける時やっぱり髪の毛普通濡らすよねだけど濡らすってことはパーマ液水で薄めてんのと一緒なんだよねうんやっぱ健康毛だったら乾いた状態にいきなりショートなんかね一なぎり塩グリコルさんぶっかけちゃうんだけどヘアカラーしてる方ね弱い薬水代わりにかけちゃうこれも永遠の謎だね いいろろ考えてるとね、ワインディング専用のパーマ液重損傷耗用に本当に弱い薬脂質系のそれを部屋からしてる損傷網まあ常識のあたりだけどね損傷網乾いた状態にかけて巻いちゃうつうので巻いた毛先が乾かないようにねペーパーの内側ぐらいは乾かないように粘性があった方がいいのかね 年齢があると利液が届かないっていうのがあるんだけど、ねはい、お疲れ様でした。